よろしくお願いします。先ほど司会の方もおっしゃったみたいに、ちょっと女性目線でこの4人の女性たちの話をしようと思ってたので、ちょっと男性ばっかりの参加者なので、ちょっと男性がちょっと耳抜いたりときのところもあるかもしれないですけど、その辺はご容赦願いたいと思います。すいません。まずこのチラシの方にも書かせていただきました、イエス・キリストの系図のもう皆さんクリスチャンとしてベテランでいらっしゃいますし聖書もお読みだと思うのでご存知だと思いますけれども、マタイ伝の1章の1節のアブラハムの子であるダビデの子イエス・キリストの系図という言葉から始まります。ちょっとこれ読みますとすごく長いので、ね、ちょっと今回は重要な部分だけが、チラシに、書いていただいていたと思います。その中で、タマルとそれから、ちょっと重要なとこ抜粋してチラシの方に書いてありますけど、ユダはタマルによる、パレスとザラの父。でもうちょっと飛びまして、サルモンはラハブによるボアズの父、ボアズはルツによるオベデの父、ダビデはウリアの妻によるソロモンの父であると、こういうふうに女性が、4人名前が具体的に、出てきます。まあ1人はウリアの妻というだけでバテシバという名前は出てはいないんですけれども、この系図を読んでいただきますとお分かりだと思うんですが、女性の名前は他に存在は何も書いていないんですね。例えばアブラハムの子はイサクの父であり、イサクはヨコブの父、ヤコブはユダとその兄弟たちのとの父って書いてあるんですね。でアブラハムはイサク、女性の名前を言うならば、アブラハムはさらによるイサクの父であると本当は書いてあるべきなんでしょうけれども、それは全部割愛されまして、でそれでタマルとラハブとルツとそれからウリアの妻という、まあ、バテシバですね、この4人の名前だけしかここには書かれていないということです。で普通教会ではこの4人の女性たちをとちょっと何て言ったらいいんですかね、ちょっと下げすんだというところもあるかもしれませんけれども、性的に良い行いをしなかった女性たちでも悔い改めればイエス・キリストの系図に加わることができるんだという、そういう表現での話というのがよくされるんですけれども、今回はちょっと違った角度で彼女たちが異邦人でありながらにイスラエルと一つになった女性たちでありまして、イエス系図によって母になることによって具体的にイエスの系図につながっていくという、先祖としてつながっていくということにちょっと着目をしまして、お話をしていけたらなと思います。ちょっと座らせていただきます。まずこの4人が、異邦人もしくは異邦人と考えることができるっていうことがあまり、まあ、言われるところもあるんですけれども、あまりそう着目されていないところもありまして、まず彼女たちが異邦人であるんではないかなということを今回はちょっとクローズアップしながらお話ししていきたいと思います。でそれによって私たち異邦人クリスチャンが具体的にイスラエルとつながる方法を彼女たちがうまくこう何て言うんですかね、教えてくださるような気がしますので、そういう角度でこのお話を聞いていただけたらなというふうに思います。まず出自というか、彼女たちが異邦人かどうかということを簡単にざっと検証をしていきたいと思います。まずタマルなんですけれども、タマルは創世記38章1節のからのユダのこの話から始まるんですけれども、まずその姑であるユダがどこで住んでいたかっていうことをここで分かるんですね。
その頃ユダは兄弟たちを離れて、下りアドム人でナオヒラという者のところへ行った。でユダはそのところでナオシュアというカナン人の娘を見て、これをめとりそのところに入ったとあります。で当時イスラエル人っていうのは皆さんご存知だと思うんですけども、ヤコブと、その子供たち12人の子供たちとその家族しかイスラエルっていうのはいなかったので、そのユダがわざわざ兄弟たちを離れて下ったっていう、要するに兄弟と離れて住んでいた。でそこで結婚をしたっていうことを見ますと、それもカナン人の女の人と結婚してますので、これはどう見ても何て言うんですかね、兄弟の間で結婚をしたっていうふうにはちょっと思えないんですね。でタマルが、次に出て、このユダの長男であるエルというのとまず結婚をします。でこのエルというのは長男なんですけれども、タマルはその長男と結婚するためにわざわざ兄弟の娘とか孫とかをもらってきたという感じでは全然ないので、多分その、ユダが兄弟たちと離れて住んでいたその地元のカナン人たちの間の女性の一人として多分タマルは結婚をエルとしたんだと思います。でこのエルが、神の前に悪いことをして、殺されてしまい死んでしまいます。で次に、オナンっていう、次男ですけれども、彼とタマルが結婚をして長男の子供として子供を作ろうと思うんですが、オナンは自分の、子供に、タマルとの間の子は自分の子供にならないということを知って、血に漏らして、神によってそれを神の怒りを買ってオナンも死んでしまいます。で次に、三男坊でありましたシラと結婚をするという、ね、まあちょっと今の現代ではちょっと考えにくいかもしれませんけれど、昔日本でも家にもらったお嫁さんっていう考えがきつかった時代は、兄弟間で、低めの長男が死んだら次男のお嫁さん、次男が死んだら三男のお嫁さんというような形で、お嫁さんが続くという、お嫁さんはいてほしいというそういううちっていうのもあったわけですけど、ユダのうちもそれにちょっと似たような形で、それで、シラと結婚を約束をするという経緯をたどります。ちょっとまた後でタマルの話はゆっくりしたいと思いますので、まず出身だけをざっといきたいと思いますので、次はラハブですけれども、ラハブは皆さんもご存知だと思いますが、ヨシア記の2章1節に、ヌンの子ヨシアはシッテムから密かに2人の石膏を使わして彼らに行ってそのうち特にエリコを探りなさい。彼らは行ってなおラハブという遊女の家に入りそこに泊まったがというのがあります。そうするとこれラハブというのはエリコに住んでいたということがはっきりしておりますし、多分エリコ出身の女性だったんだろうと思います。でユダヤ人っていうかイスラエル、当時のイスラエルっていうのは出エジプトをしてきた面々ばっかりがイスラエルですのでもうエリコにいる人っていうのはもう基本的に異邦人だということがよくわかります。次はルツですね。ルツもこれは方はとても有名ですけれども、はっきりとルツ記一章四節に、二人の男の子はそれぞれモアブの女を妻に迎えた。その一人の名をオルパと言い、一人の名をルツと言った。彼らはそこに10年ほど住んでいたとあります。これも二人の男性息子たちっていうのは、この二人の男の子たちっていうのはナオミの息子たちなんですけれども、ナオミの息子たちにモアブの女性を二人とも迎えたというふうに書かれております。で、次が、バテシバです。バテシバは、サムエル記下2の11章3節ここに有名なところですけれども、ダビデが、王宮から覗いていたら女性が水浴をしていたというねところでして、
今回私も英語をこうしてチラシに使わせていただいたんですけれども、堂々と宗教的に女性の裸というのを書けない時代に堂々と書けるという画題であったらしくて、もうどれを見てもどれを見て もう皆さん裸でして、まあ綺麗なちょっとふくよかな女性が裸になっているっていうシーンがよく絵画に描かれてあるんですけれども、そのダビデがその女性を見初めて調べたところ、の話ですね。ここをちょっと読ませていただきます。ダビデは人を遣わしてその女のことを探らせたが、ある人は言った、これはエリアムの娘でヘテリとウリアの妻バテシバではありませんか。ここにはエリアムの娘で、ヘテリとウリアの妻っていうふうに書かれています。で、歴代史の女王の方ではこれはアンミエルの娘っていう書き方をしてまして、でこれはエリアムとアンミエルっていうのは字がほとんど5文字使うらしいんですけれど、ヘブライ語で同じ字を使いますので、多分この書き順がちょっと違うとアンミエルというふうに読むらしいんですね。ですからちょっと写し間違いか何かなっていう感じがするんですけれども、ユダヤ人の娘かもしれない、娘みたいな形でこう書かれてはいるんですね。でもヘテビトウリアの妻って言って、ヘテビトっていうのはヒッタイト人のことです。でヒッタイト人っていうのは世界史とかでも私たちも習いましたけど、もうすごく戦闘力のある人たちで、すごくこう勇猛果敢な兵隊たちだったみたいで、それを どうもダビデは使っていたようですね。で、いろいろと経歴というか、こうそれ系図から言いますと、バテシバの系図から言いますと、実は一見ユダヤ人の娘じゃないかなというふうに読めるところがたくさんあるんですけど、実はこのバテシバという名前自体に、ちょっとユダヤ人の子では娘ではないんではないかなと思えるような意味合いがあります。でそれはですね、先ほどちょっと戻りました、このタマルの、婚姻のところでありましたユダ の初めの奥さんですね、シュワの娘っていうのが、これが実はヘブライ語で言いますとバットシュワっていうんですね。バットシュワ、バットっていうのは娘っていう意味で、シュワっていうのはこのシュワのという父親の名前ですね。でバットヘブライ人っていうのは例えば、男の人でも女の人でも誰の娘か誰の娘か誰の息子かとかいうことがすごく重要になりまして、そうしますとこのバットシュワっていうのが実は書きますとほとんど発音的にもバテシバと同じ発音になります。だからバテシバっていう発音自体が実はバットシュワ、シュワの娘っていう意味があって、でそうしますとアンミエルの娘バットアンミエルではないっていうことなんですよね。実はね、この彼女のこの名前自体にもうすでにシュワの娘さんという意味がありまして、そうしますとその系図に書かれているアンミエルとか、エリアムとかいう名前は全然出てこない。本当はエリアムのバットエリアムとかバットアンミエルとかって言わないといけないのに、そうは言わなかったと。だからどうもこれはもしかして私のこれは考えなんですけれども、やっぱりこう実はソロモンの母親というのが異邦人の娘でなおかつウリアの妻であったということが非常にやっぱりこうなんていうか系図として残しにくかったので、特にウリアの妻はもう消しようがない事実だったので、まあ執事の方だけでもアンミエルの娘にしたかったというのが実はそうなのかなとかって思うんですけれども、事実異邦人と同じじゃないかみたいな表現考え方がバテシバにはやっぱりあります。ヘテ人のやっぱりこうウリアの妻であったということはやっぱり
異邦人との婚姻関係をユダヤ人はもうこの頃はすでに一応建前上というか掟的に禁止をしていたはずなのに、それをあえてしているということが一つ。それから今説明しましたシュアの娘というバテシバという名前自体がもうシュアの娘という意味を持つということが一つ。そしてあの新約聖書の、今日読みましたところのイエスケースのところに他の3人は異邦人とはっきりしていますのにバテシバが出てきてるっていうところですね。で本来だったらユダヤ人の女性ならば異邦人の女性と同等にはなかなか扱わないはずなのに、あえてそこでバテシバを出しているっていうことっていうのがちょっと不思議、女性ユダヤ人の女性だと言い切れないという感じがちょっといたします。でこの4人が異邦人でありながらあえてイエスの先ほどのケースに出てきたという意味を、具体的に考えて私たちがそのイスラエルにつながる大きななんかサレッションを、彼女たちが与えてくれるのではないかな。彼女たちの言動やした行動からちょっと学べるところがないかなというふうに、思っております。でちょっと具体的にまずタマルの方からお話をしていきたいと思います。タマルは、先ほどの経図にも出てきました、最後の息子であるシラの嫁として、本来はなるんですけれども、実は、ユダがこういうことを言いますね。本当は、シラの嫁になるはずなんですが、創世記の38章の11節、そこでユダはその子の妻タマルに言った。私の子シラが成人するまで家父のままであなたの父の家にいなさい。彼はシラもまた兄弟たちのように死ぬかもしれないと思ったからである。それでタマルは行って父の家におった。これで、分かりますのは、一応シラが成人するまで未亡人のままですけれども父の家にいなさいっていうふうに言って、一応実家に返されるわけです。これで今の離婚っていうのとちょっと違いましてですね、実家も実家の方の父親や兄弟たちもタマルはやはりユダ家の嫁だというふうにして扱うわけです。ですから簡単に戻ってきた娘だとして、別の、婚家先を探したりというわけにはいかないわけですね。父の娘として戻ってきたわけではないということです。だからどこまで行ってもこれはユダ家の嫁として扱わなくてはいけないということです。で、そうしているうちにですね、ユダの妻であった先ほどのシアの娘という彼女も死んでしまいまして、ユダが、ある時その羊を売りに行くと言ってテナムというところで町へ行くということをタマルは聞きつけます。そしてタマルが次のこの創世記38章の14節になります。彼女はカフの衣服を脱ぎ捨てカズキで身を覆い隠してテムナへ行く道の傍らにあるエナイムの入り口に座っていた。彼女はシラが成人したのに自分がその妻にされないのを知ったからである。で15章、ユダは彼女を見た時彼女が顔を覆っていたため遊女だと思い、関係を持ってしまうわけです。この箇所で、多くの場合遊女の格好をしていたっていうふうに捉えられることが多いんですけれども、このカズキ
カフの服を脱ぎ捨てっていうのはよくわかりますよね。未亡人としての格好をやめるっていうことですよね。で、カズキで身を覆い隠してっていう言葉があるんですけれども、これは遊女の格好じゃなくて、これは婚礼をする時の格好なんですね。よくわかるのは同じ言葉が、リベカの嫁入りのところで、イサクが迎えるシーンでカズキで身を覆っているっていうリベカが覆っております。だからこれは婚礼の格好へ変えたっていうものがすごく自然なんだと思うんですね。で、彼女とすれば未亡人ではもうありませんよと。もうシラも成人したでしょ、私ももう婚礼の格好ができていますよ、婚礼の支度ができていますよというこの意思表示でユダの前に あなたの言った約束を守ってくださいという形で迫るためのなんかこうかこのカズキをかぶった格好だったんですね。でこれをユダが見て遊女だと思ったっていうねこれってどうなんだろうとかって思ったんですけれども、どうしてもなんかこうすごく男性目線で言う見ますと遊女の格好に変身して周到誘惑したような風な感覚でちょっと読まれてしまうんですが、実はタマルっていう女性はユダが言ったその言葉を信じて待ち続けて、でその約束を守ってくださいと迫っているだけなのではないかと。その迫り方がどうなるか分かりませんが、ユダが勝手に遊女だと思ってしまったという、なんかそうではないかなという私は思うんです。それとね、数ヶ月経ちましてタマルが姦淫して妊娠をしているということを、ユダが耳をします。そうしまして、その後、ちょっといろいろとやり取りがあるんですけれども、実はシラのことを訴えなかったんだということが分かり、このユダの言葉に、それが出ていると思います。ユダはこれを見定めていった。彼女は私よりも正しい。私が彼女を我が子シラに与えなかったためである。彼は再び彼女を知らなかった、はい、こう書いてあります。ですから多分ユダ自体自分に非があるということがすごく分かったということだということを考えますと、その遊女として騙されたんだったら騙されましたというのが普通ですから、それよりも、彼女が約束を守らないっていうことに対して行動をしたんだということをこのユダの言葉がこう裏付けているのではないかなって思います。で、このタマルから学ぶことでとても重要なのは、一つはそのユダの約束を待ち続けたということですね。でずっと要するにそのシラという少年だったのかどうか分かりませんが、幼い彼を待ち続けてユダの言葉を信じて待っていたということがすごく大きいと思います。でそしてその言葉に従って婚礼の支度を整えていたということですね。で彼女は、常に、ユダの家の嫁というこの約束に忘れることなく、反対にユダが忘れてくれたらいいのになと思っている節があるんですけれども、それに対して忘れてはいけませんよと、忘れてはいませんよというこのことをタマルという人はユダにいつも突きつけていたということを非常に思います。でイスラエル、この裏にはやっぱりタマルはイスラエルっていう、まだ民族にはなっていない家族ですけれども、この時点では契約、神から契約を与えられた家族なのに人に対して契約を守らないということをすごくそれはいけないことだということをよく知っていた女性だなんだなと思います。だから神との契約を結んだ人は人との契約も結んだら守るべきだというね、すごく強いなんか意志をタマルのこの、
行動から私は自由に感じることが感じます。次は、このラハブです。ラハブは、エリコ の先ほども書いてありました遊女という表現 をされておりますけれども、まずヨシュア記に、出エジプトをしてきましたイスラエル人たちが、カナの地に入る前に、石膏というかスパイを、エリコに送るというところのシーンからヨシュア記が始まる2章が始まります。ヨシュア記、2章11節に、ラハブの家に来た石膏たちに言った言葉がこの言葉です。私たちはそれを聞くと、それっていうのは航海が割れてエジプト軍が全滅した話とか、それとか、シモンとオグとかの王がイスラエルと戦って負けていった、とても負けないと思っていた人たちが負けていったという、それを聞いたということですね。それを聞くと心は消え、あなた方のゆえに人々は全く勇気を失ってしまいました。あなた方の神主は上の天にも下の地にも神でいらせられるからですって彼女は言っております。で、彼女は、エジプトを出たイスラエルがヨルダン湾に渡る前にこの二人の石膏をかくまうっていうことをするんですけれども、これは単にこうかくまう、この絵、先ほどのこの絵はこうちょっとこうなんか藁の下にこうかくまおうとしてるんですが、かくまうだけではなくて、そこへエリコの王の使いっていうのがやってくるんですね。で、この2人のどうもユダヤ人というかイスラエル人の石膏が入ったんではないかっていうことで、そいつらを引き渡せっていう話がします。それに対してラハブは、もうすでに城門を出ましたと、もうあっちの方へ行きましたよっていうふうにラハブは言うんですね。で、この行為っていうのは実はどういうことかっていうと、ラハブ自身が危なくなるっていうことですよね。要するに自分の生まれ育った町の人たち、その国の王たちを怒らすことになるわけですし、また他のここのそのエリコの町の人たちを裏切る、見殺しにする、それに加担をすることになるわけですから、非常に危ないことをしているっていうことですね。で、ましてやこの2人が逃げるときに3日間山の中に隠れていなさいと、そしてもうこれの捜索が終わった頃にヨシュアのところに戻るようにって言って、もう非常に細かく指示までして逃がすということに心血を注いでいます。これを見ると非常に命を懸けたラハブのこの行動というのをちょっと胸が熱くなるような気がするんですけれども、なんかホロコーストとかでも命を懸けてユダヤ人たちを救った異邦人たちっていうのがたくさんいらっしゃいますけれども、やはりユダヤ人イスラエルを助ける時には時として命を懸けなくてはいけない、そういう強いなんていうか切羽詰まった自分の命を懸けてでも守りたい、守らなくてはいけないと思う、そういうなんか第一号がラハブなのかなっていうふうにちょっと思います。で、ラハブのそのもう一つここに書きました上の天にも下の地にも神でいらせられるというその偉大な絶対的な神っていうね、この証言というか告白というのは非常に力強い絶対神、唯一神っていうものの言葉を異邦人で言った人なんだっていうことを思います。次は、ルツです。ルツは非常に短い書物の 章なんですけれども、ルツ記という彼女の
名前を載せ、になっている「ルツキ」っていう聖書の書があります。でこの「ルツキ」はベツレヘム出身、まあ、一番初めにベツレヘム出身のユダヤ人であります、イスラエル人でありますアリメレクっていう人がナオミという女性と結婚して、飢饉が来ましたのでモアブへ移り住むというシーンから始まります。でそこで、このアリメレクとナオミの間にマロンとキリオンという2人の息子たちが生まれます。でこれ順どちらがどちらかっていうことは書いてはいないんですけど、順番から言うとどうもマロンがオルパという女性、先ほど出ましたそのオルパという女性で、キリオンというのがルツという女性と結婚したのかなとかと思うんですけど、まあ、何しろ2人の息子たちにモアブ人であるオルパとルツとを、嫁として与えるっていうことになります。しかしアリメレクは、死んでしまい、また、2人の息子であるマロンとキリオンのこの2人も死んでしまいます。死んでしまったので、残ったのは女性ばっかりということですね。ナオミっていう姑さんと、姑さんとそれと、オルパという嫁とルツという嫁とで、2人はモアブ人ですので、ナオミが2人に実家に帰るように一生懸命促します。新しい男性と結婚しなさいっていうことまで一生懸命言って家に帰るようにって言います。でそこで、オルパは帰るんですけれども、ルツが、これがルツ記1章16節、これがルツが言った言葉です。ナオミに言ってますね。このあなたを捨てっていうのはナオミっていうことなんですけれども、あなたを捨て、あなたを離れて帰ることを私に勧めないでください。私はあなたの行かれるところでところへ行き、またあなたの宿られるところに宿ります。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。ここ私もちょっと読んですごく、すごいなっていうんで目から鱗だったんですけれども、神ではなくって民の方が先なんですね。でルツという人はもちろん神が神だということを、イスラエルの神が神だということをもちろん知ってたんだと思います。でもそれはラハブも知っていたことだと思うんですね。だけどルツは、あなたの民は私の民っていうふうに、まずイスラエルの民が私の民なんだと、私の同胞だと、それを先に言っているっていうことがちょっとこのラハブとかとは違うルツの新しい私たちの教えてくれるポイントだと思います。で彼女はこう言ってもうナオミについてモアブからベツレヘムに帰っていくわけですね。本当に民、私、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神という形で本当にイスラエルに根付こうとして、非常にナオミに仕えて良い娘として評判になるぐらいの女性になるんですね。でアリメレク の一族でありますボアズのところで有名な落ち穂拾いという落ちている穂を、未亡人とかみなしごはのために落としておきなさいという掟通り、ボアズという人はみんな落としていたわけですよね。でそれをルツが取りに行くということ でそれを見たボアズが、ルツに惹かれて結婚をするという話が、まあ、基本的にはルツ記なんですけれども、このボアズがある程度に人間的に言うのは見染めたというんですか、ルツのことが気になったという時のこの言葉が、ボアズの言葉として、このルツ記の2章11節にこういうボアズの言葉があります。ボアズは答えて彼女に言った。あなたの夫が死んでこの方、あなたが姑に尽くしたこと、また自分の父母と生まれた国を離れて
かつて知らなかった民のところに来たことは皆私に聞こえました。でこれはイスラエルを自分の民、自分として愛して愛した異邦人に対してその感謝を感じたイスラエル人のなんかこう感動というか感激というかなんかそういう言葉に非常になってるんですね。でこれはなんかこうちょっと総文化みたいなんかなって、たお互いを好きになるというんではなくて、イスラエルの神というものを挟んでの非常にこうなんていうかルツのあなたの民は私の民、あなたの神は私の神という言葉と相対するように、その他の女性に対して父母と生まれた国を捨てて、私の民の知らない民の私の民のところへ来てくれましたねっていう、なんか非常にどっちかというとこう、神を挟んでの総門家のような気がちょっと私なんかはしたんですけれども、ルツにとのここで非常にやっぱり、このボアズのこの言葉から考えると、私たちはどうしてもイスラエルに、こちらにイスラエルを近づけるんではなくて、この言葉からルツ分かるようにルツのように全てのものを捨ててイスラエルの中へ入っていくっていうことの方ことをすごくこれ重要視されていると思うんですね。でどうしてもなんかイスラエルとつながる方法として異邦人がどうしても特に信仰なくつながろうとすると、なんていうかイスラエルに、私たちの民族や文化の中にイスラエルっていうのを探し求めるパターンっていうのにはまってしまう場合が私たちにどうしてもあるんですね。で例えば自分たちの文化の中でユダヤ製みたいなのとかユダヤ人と似たようなお祭りを探したり、なんか自分たちの精神の中にユダヤ性を見つけたりして、でそれでユダヤ人とつながろうと思ってしまう。でそれっていうのは父母を離れて生まれた国を離れてというのではなく、ユダヤ人の方を持ってこよう持ってこようとするっていうね。でルツのように父母を離れて自分たちの生まれた国やらその文化性やらそういうものではなくて、そして自分の国を出てイスラエルに一つになろうというね、そのパターンでないといけないんじゃないかなっていうことを非常にルツとこのボアズのちょっと総文化というとあれかもしれませんが、聖書に総文化なんてって言われるクリスチャンがいらっしゃるかもしれませんが、まあ、この場に来られてる方は大丈夫だと思うんですけれども、なんかこのボアズとルツとボアズのこの言葉の中にはそうではあってはいけない、自分たちの中にイスラエルと入れることによってつながるんだっていうのではないんだということを非常に分からせてくれると思います。次は、バテシバなんですけれども、バテシバの話は、まあ、皆さんもよくご存知だと思いますけれども、先ほども言いましたけど、ダビデが宮殿から見てたら体を洗ってる綺麗な女性を見て、人妻だと知りながら関係を持ってしまいます。で妊娠をさせてしまいます。でウリアは戦場へ当時行ってましたので、慌ててダビデが一時帰国させて、自分の不倫の子ウリアの子やと言いくるめてしまおうというねちょっとちょっとなんか神様にとったらそれは裏切りになるしいけないことだろうって言いたいようなことなんですけれども、ダビデがそういう、こうウリアを自分の子ウリアの子供としてしまおうという一件があります。でもウリアは自分がと一緒に戦っている兵士が今の山で陣をしているときに家には帰れませんと言って、バテシバの待っている家には帰れないんですね。いやそれでダビデは、これはもう、自
自分の子が不倫の子やということになってしまって、バテシバの子は妊娠をしてしまうしということで、ウリアをすごいですよね、最前線に出して殺してしまうというね、ちょっと王様はやることが違うなっていうふうに思うんですけれども一緒についてった兵士は大変やったやろなと思いますが、かわいそうと思いますが、まあウリアが死んでしまうと。でそれで堂々と、バテシバを自分の宮殿に入れてしまって、男の子を産ましてしまう。でその子は死んでしまうんですね。さすがにその子は神が打たれて死んでしまうんですけれども、その後、バテシバの間に、系図にもありましたソロモンっていう、ソロモン王になるんですね。王彼が生まれるという話になります。バテシバが他の3人と違う点というのが ありまして、それが子供が与えられるというシーンで大概終わってるんです。マルタ、タマルのところもそうですし、ラーブはそういうシーンが聖書にはないんですけれども、ルツとタマルには子供が与えられたというところのシーンがちゃんとあるんですが、その子がどうなったかとか、その子について母親としてどうしたかみたいなことは全然ないんですが、バテシバはそれがあるんですね。でそれが、列王記の始め1章に書かれているんですけれども、これはちょっと、まず、ダビデがその晩年の話になります。で晩年には、アブサロムっていう息子に反乱され、でその後エルサレムに無事戻りますが、次もうだいぶ床につくような状態になった時にアドニアという、四男になるのかな、なんかその子が、勝手に王になってしまいます。でアドニアっていう、彼にはダビデのすごい強かった将軍のヨアブと、祭司アビアタルがついて、もう勝手にダビデの許可もなく王様万歳って言ってしまって王にしてしまうんですね。でそこで祭司ナタンがバテシバと打ち合わせをして、ダビデに伺ってソロモンを王にしようという話の中でバテシバが出てきます。列王記上の1章11節です。時にナタンはソロモンの母バテシバに言った。ハギテの子アドニアが王となったのをお聞きになりませんでしたか。我々の主ダビデはそれをご存じないのです。要するに、まずどちらかというとナタンの方が主導してバテシバにこの今の状態の状況をダビデに言ってくださいという話になっていきます。で17節に彼女は王に言った。我が主よ、あなたはあなたの神主を指して橋ために近いお前の子ソロモンが私について王となり私の位に座すであろうと言われました。でうんうんっていろいろ続きまして、最後に、この言葉で締めくくっています。王我が主が先祖と共に眠られる時っていうのはダビデが死んだらっていうことです。私と私の子ソロモンは謀反人とみなされるでしょう。要するに、アドニア、まだダビデが息をしていますから大丈夫ですけれども、ダビデが死んでしまったらアドニアによって私とソロモンは殺されてしまうかもしれませんという話をしています。でそしてもう一つは、17節のお前の子ソロモンが私に次いで王となるってここには書かれているんですが、聖書のどこを指してもね、こういう言葉は具体的にはないんです。主がソロモンを愛されたという言葉はソロモンが生まれた時にあるんですけれども、ソロモンを王とするとは、もしかしたらダビデがもちろん言ったのかもしれませんけれども、聖書には非常に具体的にはありません。でもこの言葉を、バテシバが、病床 のダビデに言ったことによって、そこへ速攻のようにダビデがですねソロモンを王とするって言い出すんですね。で、慌てて王のラバに乗せてギボンに下ってナタンに油を注がせまして、
でソロモンを王にしてしまいます。でショファーがそこにはアドニアのところと読み比べますと違うのは、ショファーがなって民もソロモンを万歳と言ってます。でそれともう一つすごい のはなるほどと思うところは、ダビデンがソロモンを廃するっていう言葉が書かれているところがあります。47節ですね。47節 にダビデンがソロモンを廃する、だから、代替わりをするわけですけれども、その時にダビデがそれを認めるっていうことが非常にここには強く、アドニアのところとは違い、ダビデが自ら進んで、それを認めるというところが書かれております。でこれがどうでもダビデの子供ってたくさん先ほど反なんていうかダビデに謀反っていうか反乱したりした息子たちもいるんですけれども、それ以外にも随分息子たちがたくさんいるのに、ソロモンがどうして王になったんだろうっていうのがね、ちょっとどうしてなのかなと思っていろいろ聖書をめくってみますと、ダビデには多くの子供がいるんですけれども、ヘブロンで生まれた子供とエルサレムで生まれた子供を区別しているなっていうことが分かるところがあります。でこれが、歴代史上の3章なんですけれども、これはもう長いのでちょっと割愛していますけれども、ヘブロンで生まれたダビデの子らは次の通りである。長子はアムノンで、エズレル人アビエノエルから生まれ、うんぬんってこう続いていきます。で、5節のところでエルサレムで生まれたものは次の通りである、すなわちシメア、ショアブ、ナタン、ソロモン、この4人はアンミエルの娘バテシュアから生まれた。でこの後もずっとエルサレムで生まれた息子たちが続くんですけれども、他のところでも実は、サムエル記のところにも、芸の 5章13から16にも、エルサレムで生まれた子供たちというのが随分書かれています。だから、ダビデにとってというか神にとってと言った方がいいでしょうね、ヘブロンで生まれた子供とエルサレムで生まれた子供というのにすごい区別をしているんじゃないかなということを思います。で、そしてもう一つですけれども、エルサレムで妻になって、その妻から生まれたとはっきりしているのはバテシバの子供たちだけなんですね。で他のエルサレムの妻たちというのは実は、アブサロムの反乱の時に置いていかれて、でその娘や息子たちはもう宮殿から出されてしまっている、ダビデが戻ってきた時に宮殿から出されてしまっているみたいなことがあったりとかして、だから、その時にエルサレムに、で生まれて、ましてや お母さんもエルサレムで目取ったということがはっきりしているっていうのが、バテシバだけっていうのがダビデの息子たちの経歴になっているように思います。でこのエルサレムで子供を産んでその子を王にするということに実はすごい実は重要な意味があるのではないかなって思います。で特にソロモンの時代というのは一番エルサレムが平和で、平和の都であって、それから平和の君であったっていうのがソロモンの時代のソロモンとエルサレムの関係ですね。ですから、こう言いますともう皆さん多分お分かりだと思うんですが、イエス本当のダビデの子でありますソロモンが一つ そのイエス・キリストの雛形の子でありまして、その中にその彼がその王位についたのがエルサレムで初めて王位についた人で、なおかつエルサレムで生まれて、平和な時代を築いたというね、そういうことを思いますと、こう再臨のイエス・キリストのちょっとこうモデルケースのようにソロモンを感じることができます。
そう考えると平和の都で平和の君が王になられるとき、異邦人の私たちは何をしたらいいのですかっていう感じをこうそうやって考えますと、この時代のバテシバの話ではなく今の私たちにこうちょっとつながってくると思います。平和のであるエルサレムに平和が来ますようにって私たちも祈りますし、平和の君でありますイエス・キリストが再臨されますようにと祈ります。でその時に具体的に、異邦人は何をしたらいいのかっていうのは、なんかバテシバに見習うといったこの人を王にしてくださいっていうこれなのかなっていう気をねすごくするんですけれども、私たちもはっきりとこの人を王にしてほしいということを、今ちょっとバテシバのこうした行動を見習って言うべき時が来てるのではないかなっていうことを、今回バテシバを私も学びまして思っております。では最終的にちょっとまとめを4人の女性たちからどういうことを、教えていただけたらと思う、教えていただけるかということをまとめていきたいと思います。まずタマルのからですけれども、タマルは先ほども言いましたように、あの契約っていうものの重要性ですね。でまずイスラエルとつながるためには異邦人は契約の重要性が分かるということが一つだと思います。でそしてあのユダに対して神に選ばれた人は約束を守るべきではありませんかというタマルのこの行動から、あの神に選ばれた人の責任っていうものを彼女は教えてくれると思います。またそれは神に選ばれたのはイスラエルだけではなくて今の時代はクリスチャンの私たちもですから、私たちもやっぱりあの契約を守るというそういう責任、神から選ばれた人間としての責任をタマルは教えてくれると思います。次はラハブです。ラハブは、まず偉大なるイスラエルの神、唯一絶対の神っていうすごい言葉を異邦人でありながらに言っています。彼女のこの壮大な神のスケール感の大きい神を、私たちはイスラエルの神というものはそういうものだということを知らなくてはいけないと思います。そしてイスラエルのために命を懸けることもある、これのもうイスラエルを助けた異邦人第一号としてこれを私たちにすごく教えてくれる人だと思います。で実際にあのこのこと、この精神はクリスチャンの中ではもそうですし、あのホロコーストの時ですね、特にホロコースト、身近な歴史の中でホロコーストの時にイスラエルの人をユダヤ人も助けたいろんな多くの人がいらっしゃいます。映画にも小説、実話としていろんな形で記録にも残っておりますけれども、そういう人たちのなんか先駆けというふうに彼女の姿を見て思います。で、次は、ルツです。ルツは私のイスラエルの民は私の民、イスラエルの神は私の神、まずその民の重要性ですね。神につながるだけではダメだと、民につながるっていうことですね、これの重要性をルツは非常に教えてくれます。そしてそのつながり方をボアズの言葉から、自分の父母を離れて生まれた国を離れるという、そしてイスラエルの民につながるという、自分の中にイスラエルを探すのではなくて、自分があえて一歩進んでイスラエルとつながっていく、またあの時と場合によっては捨てなくてはいけないものもある、そういう強いあの行動力を彼女の中から感じます。最後に、バテシバですけれども、この、平和の都でありますエルサレムで平和の君が王となるというこのことに、ナタンと一緒に手助けをして、ソロモンを手助けしたバテシバのこの行動が再臨のキリストを起こさす異邦人の役割とつながっていくと思います。そして彼女が、この人を王にしてくださいとダビデに迫ったように、私たちも神に対してこの人を王にしてくださいと迫る、そういうことを
そういう強い意志を彼女のこの言葉から私たちも見習ってそのように行動していかそうそのように行動しまた祈っていかなくてはいけないというふうに思いました。まあ一応こういう形で、異邦人でありながらイエス系図につながったあの女性たちの言葉とか、信仰とか行動とかをこう、読み解いていきますと本当に今私たち異邦人がどうしたらいいかっていうことをそれも順序よくすごく的確に教えてくださってるなっていうことを思いました。イスラエルと一つになるというのはエペソ書にもそういう言葉がいっぱいありますけれどもその人間同士が無理なく一つになるっていうのはこれはもう結婚して家庭を築いて、私たちもそうですけど子供を産み育てるということで一つの新しい家族ができるわけですね。だからそれとも同じように異邦人の立場の役割というのはすごく女性の役割として、なんていうか神がイスラエルに与えられたものではないかなと思います。だからこう妻の役割というか母の役割というかそういうものが異邦人には必要なんではないかなっていうことをこの4人の女性から学びました。でそして非常に、聖書はそれを、示唆しているなと思うことがあります。皆さん、女性がついています聖書の、書っていうのはルツ教が出ましたルツ記ともう一つ何記かご存知ですか。皆さんご存知ですかなんて言って聞いたら失礼になるぐらいベテランでいらっしゃいますがルツ記と同じように女性がそうですエステル記ですね。ルツ記とエステル記だけ女性の名前がついているんです。他はサムエル記とかヨシュア記とかああいう男性の名前もしくは列王記とか創世記とかになってるんですけれどもルツ記と、エステル記だけは、女性の名前がついています。で不思議なことにルツ記は一つは、異邦人がユダヤ人になる話 でエステル記はユダヤ人が異邦人のふりをする話なんですね。でそうやって考えるそうして考えますと異邦人と、女性の立場というのは非常に似通っているで共通項を見つけるようにということをどこか神様はこう教えてくださっているような気がします。まあ、そういう意味でちょっと女性の今日は男性ばっかりでしたんですがちょっと女性の気持ちになっていただいてイスラエルと一つになるにはというそういうメッセージで喋らせていただきました。ありがとうございました。